こんにちは、ようくん町ブラチャンネルです。本日は山口県最大の都市下関市の中心駅下関駅周辺を散策する動画でお送りします。よろしくお願いします。ついでに開門海峡を渡り九州も行く動画なので、ぜひ最後までお楽しみに。ようこそ下関へ。いえいえ、下関は歴史と開門海峡、そして美食の街と書かれてます。そう、フグで有名ですよね。では改札を出て駅構内の様子をまずは見ていきます。改札を出た駅構内の様子はこんな感じ。あら、結構コンパクトな駅ですね。もっと大きいイメージだったんですけど。で、カメラを回して、こっちが下関東口繁華街方面です。ちょっとここでね、お腹が空いたので駅構内のこちらのお店で看板にある福天うどんをいただきます。やっぱ西日本、汁が透き通ってます。この福天、歯ごたえがある感触でね、とても美味しかったです。なんか幸せな気分になりました。はい、画面右側から出てきまして、正面には JR 下関の駅ビル。まあまあの大きさ。で、バスのロータリーがあって、奥にはペデストリアンデッキが設置されてますね。ちょっと登ってみましょう。エスカレーターで登ってます。で、こっち側。なんかね、急に都会らしくなりましたよ。ってことで、デッキを登ったところにいます。さっきの駅ビルですね。JR 下関駅。こっちがメイン口なのかな？誰かコメント欄で教えてください。で、こちらには、有名な大丸。こんな感じで、割と年季ある建物で、昔から地域に愛されてきたショッピングモールなのかなと思います。結構ね、規模がでかいですね。奥には高層マンションもあり。あら、奥にはなんか西洋風の建物が。あちらは結婚式場みたいです。なんか駅前にあるから来客の方とかね、すごい便利そうですね。デッキから見る街の様子はこんな感じ。なんか懐かしさが漂う街って感じがします。奥の茶色の建物は郵便局かな。なんだ、下関がこんなものかと思った方、ちょっと待った。実は下関は駅から正面の国道9号線で、唐戸と呼ばれる地域までが結構ね、都会的なんですよ。その証拠としてカメラを回して、ほら、やっぱ山口最大の都市ということだけあります。それではまず正面に見えるタワーに向かってみます。ってことで着きました。正面にはアリーナがあって、そう、これから登るタワー、こちらが海峡夢タワー。すごい高さです。こちらが展望台の景色。駅とは反対側、東方面。高層階の建物が建ってて、観覧車が見える唐戸地区付近まで市街地が続いてます。関門橋が奥に見えて、ちょうど右側の対岸が九州ですね。ちなみに本州側の左手の山、火の山といいまして、昔砲台が置かれて戦後解放されるまで民間人は立ち入り禁止だったみたいです。先ほどもお伝えしてますが、この動画では後に海峡を渡って九州まで行きます。ちなみにこのタワー153メートル、大都市にあるタワー並みの高さです。で、こちら下関駅方向。画面中央あたりにフェリー止まってるの分かります？そう、お隣の韓国プサンまで結んでます。だいたい10時間から12時間ぐらいかかるのかな。こちら地図を用意しましたが、結構近いですよね。本州でおそらく一番韓国のプサンに近いのが山口県かと思われます。東日本在住の自分にとっては結構ね、新鮮な感じがします。タワーを出た正面には巨大なビルが、国際貿易ビルと書かれてます。何でも4カ国語同時通訳設備のある国際会議場もあるとか。中にはレストランもあり、こちら山口県のグルメが味わえる良さげなお店があります。写真の瓦そばも美味しそうですね。山口県発祥みたいですよ。はい、一旦駅まで戻ってきました。先ほど話した韓国のプサンとはやはり深い関係もあるのか、僕の後ろ側にはこちらリトルプサンの門があります。ちょっと気になりますよね。はい、歩いていきます。はいはい、リトルプサンことグリーンモール商店街で、早速韓国料理店を発見。本格サムギョプサルと書いてあって、なんとね、ウォンが使えるみたいです。ほら、これ、こちらの商店街、すごい規模が大きいとは決して言えませんが、どことなく色彩の色合いからも韓国らしさが現れている、そのような気がします。でね、この右側には免税店。国際的。普段空港とかでしか見なくて、街歩きではあまり見かけないから新鮮ですね。はい、もう少し歩いていきますと、右手側には焼肉屋さん。焼肉は韓国料理ですもんね。
で、カメラを回して反対側も焼肉屋さん。ちょっと見えづらいかな。あとはこんな感じで現地の食材が売られているお店もいくつかありました。割とね、サクッと散策しやすいので、皆さんも来た際は足を運んでみると良いですよ。ということで手短ですが、また駅前に戻ってきました。ではこれから船の出る唐戸地区まで向かいます。こちら駅から伸びる国道9号線をカメラを回してこちら側に進んでいきます。ちょっと遠いのでバスを使います。この通りはマンション、オフィスビルが唐戸地区まで立ち並んでる。そのような感じの解説で OK でしょ。ということで唐戸地区到着。正面にはハイカラット横丁という遊園地、スタバもあっておしゃれですよね。で、お隣の建物はこちら市立下関水族館海峡館。約100種類以上のフグが展示されてるみたいで、その数は世界一だそう。行きたいけどね、時間帯により閉館、残念です。ということで今回の大事なイベント、船に乗って海峡越えをするための船乗り場に向かっていくのであります。唐戸ターミナルからこちら門司港までのチケットを購入。乗り場はこちらで、左側の看板に注目。巌流島乗り場と書かれてますよね。そう、本日は門司港へ行きますが、巌流島、あの有名な宮本武蔵、佐々木小次郎の決闘の地も行くことができます。今回は行けなかったのでね、こちらで許してください。船に乗るまで若干時間があるので、周囲の様子を一応お伝えしておきます。左側にはホテル、そして乗り場の奥にはカモンワーフ、飲食店、お土産屋さんが入る商業施設です。まあ、ここ来ればね、下関のグルメを堪能するのには間違いないんじゃないですかね。可愛らしいフグの提灯がぶら下がってます。きっと夜になるとライトアップされていい雰囲気になること間違いなし。カモンワーフの奥には唐戸市場。下関はこの付近が結構観光地要素が揃ってる、そんな感じがします。先ほどの国道9号線の様子ですが、奥にはレンガ造りの建物、あちらは旧下関英国領事館で、中にはカフェもあるみたい。で、カメラを回してこちら、右側が観光情報センター、左側にはなんと郵便局と、港町らしいおしゃれな建物が点在してます。神社とかもあってね、いろいろ見どころがあるので、この辺り下関来たら散策してみると良いと思います。はい、それでは下関を後にします。バイバイ下関。そして本州、さっきのカモンワーフ、うっすらですがフグの提灯が灯り始めたかな。夕焼けを背景に、なんとも味わい深い景色です。感無量ですね。奥には関門橋が見えます。高速道路ですね。で、その奥に一般道の地下トンネルで、さらに奥には新幹線のレールと、まさに本州九州の橋渡しとなる下関門司エリアです。しかしこの船めちゃくちゃ速いです。カメラがね、振り落とされそうになりました。みんなね、撮影するときとかね、気をつけてください。もうそんなに急がなくてもねというね、速さです。あとこの船、観光だけではなく学生さんも乗ってました。下関の学校から九州方面へ帰るってことですもんね。本州九州という概念はあまり関係なく、住民はお隣の町、そんな認識で生活しているのかもしれません。はい、門司港に到着しました。ここからは住所は福岡県北九州市門司区となります。ちなみに門司港は日本の三大港として数えられました。横浜、神戸、そして門司、重要な国際貿易の拠点となった門司は、そのためか異国情緒あふれるレトロな建物が並ぶおしゃれタウン。どうですか、こちら門司港駅、めちゃくちゃおしゃれですよね。ホームも非日常空間が漂ってます。ちなみにここが九州の鉄道の起点となったところみたいです。そのことを表す案内とモニュメントがあります。まさに九州の玄関口ですね。その他、駅の正面には旧門司三井クラブ、ヨーロッパ伝統の木造建築工法で作られたとか。こんな感じで門司港エリアにはレトロな西洋風の建物が数多く立ち並んでます。こちらは旧大阪商船。へえ、バナナのたたき売り発祥地なんですね。露店でバナナを売る、そう、門司が発祥地みたいです。先ほどの大阪商船のすぐそばには、こちら開門海峡の海に面して、またおしゃれな街が広がってます。その通り沿いには確かガスト通りって言ったかな。もうおしゃれすぎてビビりましたよ、マジで。正面の展望台はなんとマンションに併設されてるみたい。
皆さん文字って意外と知らなかった方も多いと思うんですよ。特にね、東日本の方は。僕も文字を撮影する前はまさかね、こんなおしゃれな街とは知らなかったので、ただただ感動の連続でした。ちなみに文字は焼きカレーが有名みたいです。開門海峡もあるからか、フグ焼きカレーとかね、そういうのもありました。こちら門司港駅前もこんな感じで焼きカレーを扱うお店が軒を連ねてます。ちょうど夕暮れ、港のライトアップが最高に美しいです。もうデートスポット間違いなしですよね。では最後に下関本州を移して終わりにします。ぜひ下関門司はセットで訪れてみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。